金子レディースクリニック、最悪これさえ聞けばお産できる。はじめに入院準備、入院のタイミングについてお話しします。こちらが入院時にお渡しするお産バッグの中身になっています。貸し出しできるものはこちらになります。産後ウェアについてはご自分の好きな部屋着を持参していただいても大丈夫です。ご自分で用意していただくものです。アプリの入院のご案内のページでも記載してあります。34週頃までに早めに準備しておくと安心です。お産にかかる時間の目安です。陣痛が始まって赤ちゃんが生まれるまで長い時間がかかります。初産婦さんの場合は12時間から14時間、軽産婦さんの場合には個人差はありますが平均的に6から7時間になります。そのため初産婦さんは陣痛が始まってもすぐに入院するわけではなく、陣痛がある程度強くなるまでご自宅で過ごしていただくようになります。入院のタイミングです。陣痛・破水が来たらお産専用のダイヤルに電話をしてください。電話番号は36週以降の外来でお伝えします。陣痛が始まった場合、初産婦さんは5から10分間隔、軽産婦さんの場合は10から15分間隔で強まってきたら電話をしてください。破水が起きた場合は必ず入院になります。お印の場合は電話はせずそのまま様子を見て大丈夫です。陣痛や破水以外でもこちらの症状が出た場合は電話をしてください。出血が多い場合やサラサラした出血が出てきた場合、胎動がいつもと違ったり胎動を感じなくなったり腹痛が持続する場合もお産専用ダイヤルに電話をしてください。胎動は生まれる直前までなくなりません。1時間ほど様子を見て胎動を感じなかったり胎動が少ない場合は電話をしてください。入院後の流れについてです。クリニックに到着したら入り口右手のインターホンを押してください。スタッフが1階までお迎えに行きます。その後内診をして子宮口の開き具合を確認します。分娩監視装置をつけて赤ちゃんの元気具合を確認し点滴の準備を行います。希望の方には無痛の処置を行います。計画分娩の場合は少し流れが異なるので計画が近づいたら個別で説明します。入院時にお預かりするものです。アプリの入院のご案内のページにも記載してあります。